はいどうも、名古屋の熟考室チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の犬口です。どうも、こんにちは。今日は中3数学式の活用の2をやっていきたいと思います。前回の分野、因数分解ですね。分野の、まあ、実用性っていうんですかね。どうやって使えば簡単に計算ができるのかっていう、まあ、文章題みたいな問題をやっていきたいと思います。 で、ここら辺のやつはもう全部復習になるので、まあ、ちょこ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 飛ばしながらやっていきたいと思います。はい、じゃあやりましょう。105の2乗なので、まず100、100たす5。ね、2乗。これ、例えば110く5でもいいんですけど、110を計算するのがめんどくさいんで、だいたいね、あの、まあ5の倍数、あとは0が多い状態。 っていうのを、まあ、やった方がいいと思いますね。はい、じゃあこれを計、計 <laughs>、計算。100、100 × 1 0 0で、02つだから02つ。0もう2つ。で、4つ。で、プラス 2×5×100。ね。で、プラス5の2乗、25。はい、計算。で、ここ、式でもう一つ書いてもいいんですけど、もうちょっとめんどくさいんで飛ばします。えー、2号10。 で、0が1、2、3なんで、1、2って言って、こいつつける。そうすると、ここは1000。なんで、1万1025っていう計算になります。いいですかはい、じゃあ次。97っていうのは100、100-3。こっちは100、100足す3。ね、これ公式使えばもうわかりますよね。100の2乗で、04つ。で、引く9。なんで、 1,9,9, これ、今、暗算したんですけども、実は、頭の中でね、ここに9を書いて、で、1で9、9,9,9ってちゃんと個数を数えてますからね。いいですかあの、暗算をするっていうのも、安定した暗算をしなきゃいけない。絶対間違えないようにね、なるべく。はい、じゃあ次。51の2乗を、 ひく49の2乗。これは丸の2乗ひく三角の2乗っていう公式なので51、51ひく49と51足す49っていう公式ですね。これを計算します。下に式を書いてもいいんですけども、もうめんどくさいんでここで2って書いて、上にえと100って書きます。このね、数字を書いてないのに答えをポンって出すのは絶対ダメ。いい。必ず式を書くか、ま、ちょこっとメモしとく。そうしないと間違えるから。 何秒も言うんですけども、100%正解するような解き方であれば、どんな解き方でも全然いいです。ただその100%っていうのは基本的に、まあ、人間なんでね、難しい。なので、なるべく100に近い解き方をしていかなきゃいけない。いいですかはい、次の問題。まずは因数分解なんで、共通因数をくくるっていうのが公式の前に必ずやらなきゃいけないことです。いいですかなので、まず4でくくります。130の2乗引く120の2乗。 っていう形ですね。で、これさっきの丸二乗引く三角二乗と一緒なんで、まあ、それ一回書いてみます。130引く120。130足す120。ってすると、まあ、計算式次書いてもいいんですけど、まあ、計算ちょこっとやりましょうか。120と250かな。そうすると、4×10 で40。はい、ちゃんとメモしとく。で、40×250。ね、これも、ね、パッと頭の中で暗算できるんだったらいいんですけど、なるべくこういったね、3桁とか2桁の計算を筆算しましょう。 4 5 2十4 2八で千0 0 0で1万。1万っていう出し方、うん。もしくはね、これ4る2 5をして、えっ、ー、と、1000って出しから10ってやった方が簡単だったかもしれないですね。はい、じゃあ次。まあ、ここら辺は復習なんでね、飛ばしていきましょう。はい、x イコール105の時、x 二乗 -10x プラス25の式を求めなさい。まずはこの式を、ね、書きます。で、 共通因数がまずないかどうか。チェック。ない。共通因数をくくるっていうのが一番因数分解の最初にやらなきゃいけないことだからね。共通因数見ます。なかったです。じゃあ、公式を使おう。x-5 の2乗。で、x が105だから、ちょっと下書けなたなっちゃったんで、横を書きますね。105-5の2乗。つまり、これが100の2乗になるんで、1、0、0。ね。で、さらに0を2つ。あ、間違えた。こっちにさっき書かなきゃいけない。 っていう形になって1万という出し方になります。はい。じゃあ次がね、重要になってきます。えっ、ー、と、ここら辺の、まあ、文章を見て連続する2つの奇数でとかって書いてあるんですけど、これがまずわかんない子は中学1年生に戻ってください。いいですか中学1年生の文章題の文字と式の部分がわかってないから解けない。ですよ。 今これを一生懸命やったとしても、そこの部分がまず分かってないのに、これが分かるわけがないから、まず一回戻ってみてください。といの戻るって言ってもね、1日2日だけで十分できるようになるんで、ね、そんな気にせず一回戻ってください。はい、じゃあ問題やってきますよ。連続する2つの奇数で大きい方の奇数の2乗から小さい方の奇数。<laughs> 二乗を引いた差が八の倍数になることを、次の四角を埋めて説明しなさい。小さい方の奇数を二円のプラ大きい方の奇数を二円のプラス三とする。大きい方の二乗から、小さい方の二乗。いくと、なんとかかんとかかんとかかんとかって書いてあります。この問題は、ですね、実はね、めちゃくちゃ簡単なんですよ。なんでかって言いますと、文章通りの、ね、書き方をすれば、答えがそのまま出るからなんですよ。でしかもね、今回ね、ここにね。 ヒントがこうやって書かされちゃってるんですよ。こうやってヒントをね、書いてくれてるんですよ。本当はこんな問題ないですよ。でも、これはヒントを書いてくれてるんで、そのまま書くだけ。連続する2つの奇数の書き方がまず分かんない子は、まずその連続する2つの奇数の書き方を勉強してください。ね、いいですかじゃあやっていきましょう。えー、っと、小さい方の奇数を 2n プラス1。 大きい方の奇数を 2n プラス3。これがまず分かんない子。なんでこの書き方をしてるか分かんない子っていうのは、まず中学1年生のやつに戻ってください。n っていう形にしちゃうとね、これ自然数ね。にしてしまうと、ま、自然数整数でもいいのかな整数でもいいですね。0でもいいんで、整数でもいい。あの、正の整数ま、負の整数じゃないってっいいのかなっていう形でもいいと思うんですけど、これ、 0,1,2,3って言って、偶数も入っちゃってるんですよ。n だけにすると。なので、全部、これを2倍して、偶数にするんですよ。偶数に。そうすると、偶数から、足し算したり、非引き算を一するだけで、奇数になるじゃないですか。3とか、引き算すると1になったりとか。これも、 引き算すると3じゃないですか。足し算すると5でしょほら、これは奇数になるでしょっていうことなんですよ。なんで、小さい方の奇数を 2n プラス1としてるのは、まず偶数に直して、そこにプラス1とかマイナス1をすると、奇数とか偶数になります。なので、これ 2n マイナス1でも 2n マイナス3でも OK です。基本的には OK。あのー、まあ、問題によってはダメだったりするんだけども、基本的には OK。 なんで、それでまあ一回やってみてください。じゃあ、まず今回 2n プラスと1、2n プラス3とするって書いてあるから、大きい方の2乗からはい書いてあるよ。大きい方の2乗から、これとこれどっちの方が大きいのってこっちでしょ。2n プラス3。まあ文章にも書いてくれてるんだけど。なんで、大きい方の2乗、はい、大きい方の2乗、2乗ね、から小さい方の2乗を引いたら、それを、これで書いてあるじゃないですか、文章で。 だからそのままやるだけですよ、計算が。あとは計算を出すだけ。公式やって、で、これちょっと式省かれちゃってるんですけど、マイナス 4n2 乗プラス4、えー、引く 4n 引く1で、ね、計算すると 8n プラス8ってなるわけですなんで、この手順を、ね、そのままやるだけなんですよ。これ見ててね。これ文章で書いてあるじゃん。連続する2つの奇数で大きい方の奇数の2乗を引いて、さって書いてあるじゃん。 それをまずやるだけですよ、ここで。で、8の倍数になるって書いてある。8の倍数になるって。なんで、最後8の倍数にするっていうだけなんです。この条件をそのままやるだけなので、難しいことはない。難しいって言ってる子はね、絶対ね、頭の中で考えて、わかんないって言って、そのまま手で止まってる子。で、8の倍数っていうのはどういったことかっていうと、8の倍数っていうのはね、今までさ、因数分解で勉強したと思うんだけど、 素因数分解とかね。こう、なんかいろいろやってたよ、ね、例えば、なんだろ。う、54とかをさ、2で27で3で9で3で3で、これは 2×3 の3乗とかってやってたじゃん。つまり8の倍数っていうのは、ね、この素因数分解をした時に8っていうものが掛け算で1つでも含まれてたら、それは8の倍数なんですよ。 どういったことかっていうと、8かける何とかであれば何でもいいんですよ。絶対8の倍数に1だろうが2だろうが3だろうが4だろうが絶対8の倍数になるって。っていうことだ,だから、この形がね、これ計算してこの 8n プラス8っていうのが出たでしょ。そしたら最後、こういった形にしなきゃいけない。それがここよ。それがここ。じゃあどうやってするかって言ったら、これ共通因数が8でしょ。 さっきも言ったんだけど、因数分解っていうのは最終共通因数をくくってその後公式なの。だから共通因数が今回8じゃん。だから8でくくれる。そしたらあとは残りは n プラス1でしょ。なんでこれ8かける何とかになってるから8の倍数になります。文章通りの2乗引く 2, 2乗をしたら8の倍数になりましたっていうのが証明されましたっていうような問題になります。わかりました。そんなに難しいわけじゃない。 難しいと思ってるのはね、絶対ね、あの、頭の中で、いや僕はできない、私はできないって思ってる子、ね。難しいわけがない。そのまま文章通りやるだから。だけど、その、奇数とか偶数とかがわかんない子は、それはわかんない。難しいと思います。じゃあやっていきましょうか。連続する2つの偶数でって書いてあるでしょさっきも言ったじゃん。偶数にするためにはどうしたらいいのって言ったら、2倍にしなきゃいけない。ただ、まずは、n っていうのを、ね、 ま、整数でもいいよ。何でもいいよ。あの、生の整数。自然数でもいい N を自然数。と、する。って書いておくとけばいいんですよ。ま、別に書かなくてもいいんですけど、あの、証明の時に、書かなきゃいけないから、どうかな <laughs>。本当は書かなきゃいけないと思うんだけどね。自然数でも整数でも、負の整数じゃなければ別にいいと思うんですけど、ま、こうやって書いとくといい。 で、偶数って言ってるから2 n 2 n、2n、2n プラス1。間違えた。2n、あ、プラス2か2 n。2n プラス4。ね。2ずつ増えていけば偶数になるじゃん。ね。つまり連続してんの、これは。2、これ例えば n に1を入れるじゃん。これ2になるでしょ ?n に1入れると、これ4になるでしょ n に1入れてるこれ6になるでしょ ?2、4、6って言って、偶数が連続してるでしょこの間に3はあるけど、これは奇数だから、だから連続する偶数ってことは2、4、6なの。2、6はダメだよ。連続してないから。数字が連続しなきゃいけないから。で、考えてきて、えー、っと、大きい方の偶数の2乗から小さい方の偶数の2乗を引いた。連続する2つの偶数だから、別にこっちでもいいし、こっちでもいいし、どっちでもいい。 普通はこっちを取るからこっちをやるね。ね。大きい方の2乗から 2n プラス2の2乗から小さい方の偶数の2乗、2n の2乗。これカッコ必ずすることね。引いたら4の倍数。4の倍数っていうのは 4× 四角になればいいのよ。じゃあ最後は目標としては 4× 四角になればいい。じゃあこれに持っていこう。じゃあまず計算ね。 4n の2乗プラス 2×2×2n ね。これね、書いた方がいいよ。こういった紛らわしいやつは。そしたら 8n でしょ。プラス4。引く 2n の2乗なんで 4n の2乗。で、計算すると、4n の2乗と 4n の2乗消えます。そしたら 8n プラス4になるじゃん。で、ここから、ここに4でくくるっていうのはもう分かってるから、4の倍数になるっていうのは分かってるから。だから4でくくるの。 そしたら、これ、2n でしょ。で、プラス1じゃん。カッコいらないしなきゃいけないんだけど。ね、そうすると4の倍数になったでしょ。っていう文章をそのまま式にするだけなの。決して難しいわけじゃない。簡単簡単。それは難しいと思ってる子はさっきも言ったんだけども、ね、例えば偶数とか奇数の書き方がわかんない子っていうのは、それはわかんないよ。難しいと思うわ。ただ、それがわかってる子は単純にね、手を動かしてないだけ。頭を動かしてないだけ。 手と頭を動かしな。いいはい、じゃあみんなね、今日ね、分かった、できたっていう子はね、ぜひね、チャンネル登録、高評価、あとコメントもぜひよろしくお願いします。じゃあまたね。